くるくる、ふかふか、ぷにぷに、変わったおもちゃ。最近、皆さんの国ではどんなおもちゃが流行っていますか日本ではとても変わったおもちゃが流行っています。例えば、くるくる回して楽しむハンドスピナーと呼ばれるおもちゃ。ふかふか。 プニプニとした感触を触って楽しむスクイーズと呼ばれるぬいぐるみやキーホルダーなど遊び方は単純なのにどうしてそんなに人気があるのでしょうこれらのおもちゃは子供はもちろん若者の間でも流行っていますある研究によるとこれらのおもちゃはイライラした気持ちを解消するのに役立つのだそうです人は 暇に耐えられなくなった時につい何かをしてしまいそれが習慣になってしまうことがあります。例えば暇な時にスマートフォンを触ったりタバコを手にしたりすることがそれにあたります。スマホ中毒やニコチン依存症になるよりこんなおもちゃを使って楽しくストレス解消ができればいいですね。